傲慢と善良プレゼンツ女の大反省会トーク企画この映画にはですね、思わずこういう人いるいると共感できるセリフやキャラクターがたくさんあって、映画を見た女性から友達と反省会しますという感想もいただいています。劇中では少しギスギスした関係性の私たちなんですが、はい、いろいろぶっちゃけトークをしたいと思います、はい、楽しみたいと思います。お願いします。それでは早速トークテーマに移っていきます。久しぶりおー、難しい、極端なですよ、ね、結構2人ですよね、真逆なんだよな。でも、うん、私演じてて、なんか台本最初パッて見た時は、うんうん、ちょっと美奈子って辛辣だなって思ってたんですけど、演じてる時は、うんうん、やっぱかけるの友達っていう目線でやってたから、うんうん、なんか自分がこう辛辣なことを言ってるっていう感覚がなかったんですよ。なのでどっちにも共感できるっていうか。そうですよね、うん、私も完成して映画見た時に、やっぱり本で見てた美奈子よりも、うんうん、桜庭さんがそこにこう美奈子としていらっしゃる姿で改めて、いや美奈子の善良な部分というか、本当にかけるのことを友達として思ってるがゆえに、人から見たらそれってちょっと傲慢なんじゃないっていう紙一重な部分がすごく人間として見えて、あ、美奈子の気持ちが映画を見て分かる瞬間があって。ああ、そうなんですよ。それがすごく新しい発見でした、自分の中でも。なんか、うん、私からの目線だと、マミがこう、うんうん、善良に見えて傲慢なところが台本で見えてたんですよ、うんうん、だけど完成した時にこんな大恋愛ないよなって思ったんです、ねだからなんかどっちに共感というより、もうそれぞれいいところもあるし、うん、それぞれ傲慢な部分もあるなって思いました、うん、本当にそうですね、うん、私も新しい発見がすごく映画を見てありましたし、うんうん、本を読んでる時に誰に共感するっていう目線で読んでいたのが、うんうん、マミの気持ちをすごくこう理解しながらと思って読んでいたのが、うんうん、映画を見たことでそこにいろんな人の思いがあって、うんうんうん、でそれは相手を思うからこそ、そうなんですよね、本当傲慢になっちゃうところがあったり、でもその根本たどっていくとすごいその人の善良な部分だったりっていうのは、うんうん、なんかね歴史を感じました。だから美奈子とそのかけると友情みたいなのと、そう、学生の時からのなんか一緒にいたこう、うんうん、友情みたいなものが、そうだよね、時間が思い出があるからそう言っちゃうよねみたいな。でもマミの立場だったら本当にムカつきますよねあのパーティーのところとかもう本当かわい、もう私だったら帰りますもんきついですよねあれ、きついですよね、絶対に参加したくない、なんでかける誘ったんだよってマミの立場だったら思うかもです、うんうん、確かに言っちゃうかも。はい、わー、反省点ね。なんかまあそれこそさっきも言ったように、うん、私はこのいいことだと思ってかけるに伝えていたことが、うん、他の人から見たら強いというか、うん、傲慢な部分だったっていうのは、うんうん、そうだよね、私も時にやっちゃってないかなって思っちゃいました。あ、そうですよね、そこは反省反省反省って感じです、うん、気をつけようって思いますよね、うんうん、これから、はい、確かに。私は、ました、私は自分に合う人ってどんな人が合うと思うって結構友達に聞いて、友達から見た目線でどういう人が合うと思って結構聞いてたんですよ、うん、でもそれっていやもうちょっと自分自身がこう自分のことをもっと理解して、うんうん、自分はこういう人と一緒に生きていきたいとか、まず友達に聞く前に自分に聞くべきだったってすごい今回傲慢と善良を見て思って、もうそれこそ反省反省と思ってすごい考えるようになりました。自分自身がどういう、まあ、今後それはパートナーもそうですし、うんうん、
恋愛面じゃなくても自分がどうしたいかっていうことを、うんうんうん、もうちょっとちゃんと考えようっていうのがすごい身につまされる思いでした。なるほど、考えてもらった自分がどういう人と会うんだろうっていうことを考えてなかった。はい、考えます。気づきました。でも私したかった、その美奈子ってやいう人が結構あのアンテナがすごい立ってる人だと思うんですよ、うん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 、だから結構早めに美奈子は気づいたなと思ったんですけど、私だったら気づかないかもって思って。おー、マミの藤ヶ谷さんと一緒だ。嘘。はい、どうですか。あ、藤ヶ谷さん気づかなかった。藤ヶ谷さんは全然気づかなかったらしくて、うんうん、あの本当に劇中で明かされるタイミングで、うんうん、っていうのがあの知った自分も、うんうん、なんかかけると同じぐらい衝撃を受けたって、うんうん、私も多分そうだと思います。そうなんだ。いつでした。私結構序盤にもう思ったんですよね。へー、あのすごい。原作読み始めてストーリーをあの全然先に読んでたわけじゃなく、うんうん、あらすじ読んでなくて読んだ結構序盤にすごい、これはあのきっとマミさん自身に何かが起きてるんじゃないかって思いながら読んでたので、あのそれがだんだん確かになっていくって感じでした。最初にそう思って読み始めたから、かけるくんの一言一言とかが、あ、こういうところでやっぱりそうなるのかな、危ないぞ危ないぞ、あ、危ないぞ、気づいて、あーみたいなすごい感がいい感じでした。でもそれはきっとあの辻村さんの作品がもともと学生の時からすごく好きで、もう最初からミステリーだと思って読んでたから、そういう思考になったっていうのもちょっとあるかもしれないです。いや、さすがですね。もう本当人によってこの気づくタイミングが違うとかっていうのもすごい面白いところだなって思います。私単純野郎ですね。いや、そんなことないです。多分、いや、すごい 70% ぐらい。マジはヒット。なんで嫌ですね。悲しいですよね。めちゃくちゃ嫌です。嫌ですし、その質問するのも嫌ですよね。わかります。なんでその会話したもうちょっと嫌かもしれない。スタッフさんとか、なんか助監督さんとかで男性の方とかは、え、高くないですか、うんうん、って言ってていやいや、嘘でも100点って言ってほしいです。そうそうなんですよね、はい、100点って言ってほしい。もう点数つけるんだったら、はい、そもそもその点数をつけるっていう概念がない人だとびっくりしちゃうかもしれないですね、うん、また70点ってすごい中途半端じゃないですか。そうそうなんですよね。なんだよあと30点って、うん、って思っちゃいます。そうそう、あとの30点がやっぱ気になっちゃいますねどうなんですか、男性ってどうなんですか、どうなんですか。70点ですって言われたら僕は低いなと思っちゃう。ですよね。あ、いやいや、そうですか。お二人、僕は高いな。高い、そうなんだ。なるほど。だから私ぜひともあなたに会ってみたかったの。野里さんはちょっともう怖いな、うん、あそこに見透かされちゃうから。ストレートにビジョンのストーンきますもんね。うんうんうん、ちょっと相談したくないかもです怖い、ね、あまりに、はい、私はあえてですけど、まあ、結婚相談所の小野里さんだけど、結婚をしないっていう選択どう思いますかっていうのを聞いてみたいですね。あ、それは小野里さんはそう触れて、劇中では触れてなかったけど、うんうん、小野里さんだったらなんてたくさんの結婚を見てきて、うんうん、でご自身のお話とかも聞いてみたいし、うんうんうん、じゃあそうじゃない選択っていうことについてはどう考えてるのかなっていうのはちょっと聞いてみたい。確かに、うんうんうん、さてまだまだ話足りないですが、時間が来てしまいました。早い、早いですね。もういくらでも話せちゃうけど、はい、映画をご覧になってくださった皆様が本日のトークテーマについてどう感じられたのかすごく気になります。はい、なので皆様の感想を SNS でハッシュタグ私の傲慢と善良をつけてぜひ教えてください。まだ映画をご覧になってない方は劇場にお越しいただけると嬉しいです。お待ちしてます。